ける。へえ、彼女欲しいんだ。私も彼氏欲しいっす。明日学校で教えるからさ、放課後ちょっと残ってよ。なんかたまにメールとかで告ろうとするやついるけど、ああいうの最低だよな。最低だよな。え、あれじゃ特進に残れないぞ。特進、うん、何見てんの。見てないし。で職員室には静かに入ってきなさいね。一人で大変そうだね。大変そうに思うなら手伝ってくれる？え、やだよ、うん、母さんとお姉ちゃんに手を出すことは決してさせないぞ。誰が外すもんかよ。え、なんだおめえのスタンド、スピードもパワーも全然ねえじゃねえかよ。びっくりさせやがってよ。そんな、そんな、おい、と言っても君がファンになってくれたら話は別だよ。お待たせいたしました、お客様。ご注文をお伺いいたします。彼氏じゃない？タイミング的に考えて。違う、違います。じゃあ何？ただのストーカーですよ。これは？これで字を書くの。小林さん、どうですか？ねえ小林、このドラゴンの口みたいなやつはこうやって使うの。おー、拷問器具ですね。じゃあこれは？それは奴隷に刻印するための道具ですね。さあ小林さん、私に所有者の証を。やだよ。カズマさん。カズマだよ。ね、寝心地はいかがですか？ウィズの太ももはひんやりしていて悪くない。あと、とても柔らかい。そしてウィズが恥ずかしがっている様子もとてもいい。願いが叶う蝶か。お前は鎧を脱いで腕立て伏せ100回。ほう、これは悪くないな。社会人は大変なのさ、受験生は大変なのさ。先輩、今は区役所。そういう佐藤君は何してるの？引きこもりなんです。この荷物の中身だって、ほら、エロゲー、フィギュア、DVD、その他もろもろのアニメグッズ。まさにオタク。ねえ、あなた、よかったらご飯の後、久しぶりに一緒にお風呂に入らない？いくら払ったっていい。俺に続きを見せろ。はじめまして、ヤトガミ。私は七福神のエビスだ。これでハフリの器を買いたい。起きろ、ヤトガミ。おい、ヤト、ぐらついてんじゃねえ。てめえ、俺を売る気か。ユキネ、うちに来るなら月100万は出そう。いって、おめえ、ちょっと今、マラさせたろ。チクッときたぞ、チクッと。はい、驚っちまよったでござるか。異性間交友は禁止のはず。そんなハレンチな行動、公衆の面前で。ハレンチじゃないわ、怪我人の介護よ。何、羨ましいの？アンズ、ほら、やってあげるよ。あーん、あーん、清殿も慎吾殿も完全なら古剣、万死たるもの常在戦場、勝って噛む殿を締めようでござ。こいつガチ M なんだって。こちら、ランチパック各種盛り合わせでございます。
代わりに授業出といて。いけそらないで。今年の美術科の展示、マシロンが猫娘の衣装着てるんだよ。それだけ聞くと完全に妖怪ですけど、多分違いますよね。バニーガールの猫版ってことですよね。でも猫娘か。ようこそいらっしゃいませ。え、あちきやばっか。看板娘よ。それ意味違うからね。あれマカ、どうしたの。あのねパパ、今度の日曜デートしよっか。ちょっとパパ大丈夫。ごめん、あまりの嬉しさで。すみません、ベビースターもんじゃと明太もちと海鮮チーズもんじゃ。すげえな、まだ食うのか。うざい、これが食わずにいられるか。まだ言ってる、きっとびっくりしたせいだ。しずくと一緒だったらきっと何食ってもうまいな。おい、よせよ、手が燃え尽きちまうぞ。おお、すげえな、アランディ。ペチョ、何してる。俺もやる。おい、待て、お前の手袋は布製だろう。ああ、皮じゃねえ、ダメなんだ。落ち着け、手袋外せよ。大変な事態だ、君だけが頼りだよ。はい、わかりました。後ろを見ろ。後ろ、罠にかかったとか。自分で入った。はぁ、こうしてドラム缶にはまる自殺法があると聞いたものだから、ちょいと試してみたのだよ。ところがこの通り試してみると苦しいばかりで一向に死ねない。起きたか、フーコ。おぶってもらっていたからでしょうか、とても不思議な夢を見ました。どうせ人手だろう。はい、人手と一緒に浜辺で遊んでました。岡崎最高。そして風子の手を引くんです。お前一人で何やってんだ、今日は人手祭りだぞ。で、人手祭りって何ですか。俺が知るか。野崎、今日泊まっていいか。ああ、いいぞ。楽しそうだね。いつもどんなことするの。そうだな、相談に乗ってもらったりするぜ。主に女の話でな。ガールズプリンセス3。これにする。どことなくさくらに似てないか。野崎、もしかしてこのシナリオが一番いいってネットに書いてあった。ネタバレ読むなよ。意味あり。あんな可愛い子がリアルにいるんですよ。リアルにない可愛い子より絶対。それは永遠の夢の体験なのに、リアルアイドルはどうしても劣化するんだよ。しかしゲームアイドルは違う。リアルに比べゲームアイドルの進歩はまさに分身秒歩。ゲームアイドルの劣化を知らない高いスペックはまさに次世代。俺か、俺は今トイレに。戻ったの。なんで私トイレにいるわけ。タイチは何やってたの。タイチ出して、タイチ。男の魅力は超能力にあらず、僕は自分を変えるために肉体改造部へ入部しました。これはいかん、貧血だな。すいません。勘違いしないでよね、私は本当は荒木くんみたいな人間のクズのことは大嫌いなんだから。お前ツンデレっていう設定にかこつけて、ひょっとしてただの本音を語ってないか。G3 人、いえ5人かしら。
厳密に言えば6人。好きだから、タケオくんが好きだから。ほらお前も告れ。どこ行ってたんだ、連絡もせず。その男は誰だ。それは昨日は学校にも行ってない。そうじゃないか、ちゃんと説明しなさい。お父さんがどれだけ心配したと。スタズ君。ああいらっしゃい。これから学校かい。お父さんはもう会社に行くから、二人とも遅刻しないように。行ってきます。